午前中最後にセカンドチャンスヒートが行われまして、決勝進出ドライバー34名が確定をいたしました。 A グループから14名、 B グループから14名、そしてセカンドチャンスヒートの6名、ぐるぐりっと34台です。来年には SL 全国大会も来るということで、気合の入ったドライバーも多いんじゃないでしょうか。そしてジュニアドライバーなんかは来月の東西統一戦に向けて、一つでも二つでもこの鈴鹿をつかみたい、そんな思いではないかと思います。そんなジュニアドライバーたちに立ちふさがるこの鈴鹿選手権の KT 使いの面々、いいメンバーが今回も揃いました。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー5番です、エクスプレス中村俊介。ファンタジスタ来るか、中村俊介は現在ランキング3位、今シーズン開幕戦以来の優勝を狙っていきます。ちなみにシーズン初ポールおめでとうございます。続いてセカンドはカーナンバー7番です、堺レーシング小上蓮。今シーズンは悔しい思いが続いていた小上蓮も、先ほど A グループトップでぶっちぎったことでかなり気持ちいい、そんな思いを味わったことだと思いますが、まあなんといってもこの決勝が勝負ですから、2番手から前を狙っていっていただきましょう。3番グリッドカーナンバー16番樋口レーシングチームからは、前回のウィナーであります高村博也、ランキングトップです。4番グリッドにはカーナンバー73番アッシュからホラチ亮太、若手も頑張ります。ホラチ亮太年齢は11歳です。続いて5番グリッドカーナンバー33番ティーム三好から花咲浩太、6番グリッド70番フラックスモータースポーツ隅日向、若手が続きます。7番手もそうですね、83番 RL アステック佐野勇樹、そして8番グリッドにはカーナンバー49番です、樋口レーシングチーム佐藤優也。さあ8番グリッドとは言いましても、これ予選の時にめちゃくちゃ上げてのこれ、4番手フィニッシュの8番グリッドと、素晴らしい追い上げでしたからね、決勝も期待しましょう。9番手には18番ティームプレシジョンウィズ HRT の佐藤亮と、10番手には34番 A チームバズモータースポーツ宮島光が、以上がトップ10です。以下11番手に6番久富恵、12番手45番和石義文、13番手2番の大島亮介、14番手80番高橋啓太、15番手12番広瀬美優、16番手82番井上優希、17番手58番加藤達彦、18番手20番大月素直、19番手8番山口太陽、20番手30番新村瑞希、以下21番手から川江匠、松崎翔平、浜川克樹、向田美咲、松本涼、鈴木時也、三部新、田中風紀、そしてセカちゃんから勝ち上がってまいりました、鈴木七瀬、大久保翔輝、鈴木隆弘、加藤壮輝、井田来輝、森雄介、以上の34台です。最終コーナーから立ち上がってまいります。鈴鹿選手権シリーズ第6戦ヤマハ SS 決勝、中村俊介か小上蓮か、スタートは切られました。スタート1コーナー後ろからホラチ亮太も入ってくる、1コーナーどうだ、まずは中村、小上が飲み込まれちゃった。さあホラチ亮太がイン側から前に出ていったのが見えましたが、2コーナー立ち上がりはどうだ、ホラチが2番手だ、トップは中村、2番手にホラチ、3番手はこのカラーリングは高村ではないかと思われます、4番手は隅かな、小上は5番手です。さあトップ3、ああ木幡が振られてしまいました。3コーナーのところで3台が止まってしまっています。大島亮介のカラーリングに見えるんですが、気のせいでしょうか。さあトップはヘアピンです、ホラチ亮太インサイド飛び込んでいった、早い仕掛けを見せて後ろをそのまま抑えたいが、中村俊介スピードを乗せて試験へと入ってきました。オープニングラップから激しい最終コーナー、ホラチ入ってくる、どうだ、立ち上がりトップはホラチ、2番手中村、3番手高村、4番手次5番手小上、ちょっと離れまして6番手が花咲、以下7番手は佐藤大月です。先ほどの3コーナーでの、やはり大島亮介ですね、大島
島亮介とあと浜川勝樹とそれからカーナンバー30番の新村瑞希という情報が入ってまいりました。新村も追い上げていたし浜川マネージャーフジュニア頑張ってるしというところなんですが、あ、そしてカーナンバー39がスローです。下り 25R の手前ですが39っていませんよ。情報では39ですけど39っていないよね。誰がスローになっちゃったんだ。さ、今ヘアピンの手前ですけども確認できたらまたお伝えしましょう。さあ最終コーナーです。隅になったが尾上蓮と競り合っています。4番手5番手争いです。トップは中村俊輔に戻ります。ホラチ亮太もそう簡単には行かせてもらえない。さあホラチは今1コーナーにもまた仕掛けていきました。さあスローになっていたのは30番ですね。さっき再スタートを切った新村でしたでしょうかね。さあそして木旗が振られています。あ、1コーナーの手前のとこですね。ホームストレート上で接触があった模様。1台マシンは止まってしまいました。1台は再スタートを切っています。結構波乱含みの展開になっていますね。さあそしてカーナンバー45番の割石義文も今単独で走っていっています。さらにはカーナンバー84番の浜川、これは先ほどの3コーナーから再スタートを切ったという状況です。トップは最終コーナーを立ち上がってまいります。これで3周終了。4周目トップはホラチ、2番手中村、3番手高村、4番手に尾上、5番手少し離れて隅、6番手花咲、7番手に大月さんが上がってきた。8番手は佐藤亮太とテールトゥーローズで久富家、高橋、乾、鈴木時也も上がってきましたね。12番手田中風紀も14番手まで上がってきた。三手新も上がってきています。さあカーナンバー34番宮島光雅も今単独になりました。どうもやはりこの中盤あたりのですね、割石とか大島とかそのあたりがいろいろとトラブルに巻き込まれていたようです。さあトップはと言いますとまだまだこれからではありますけれども、トップ4が一段になっています。ヘアピンからの立ち上がり、帰ってくると4周終了。トップはホラチ亮太。先ほどからこのホラチと中村とが前入れ替わりになっているんですが、3番手にいるのがランキングトップの高村、4番手にいるのが尾上と、尾上もこれ今日は調子いいですからね。さっき A グループでぶっちぎって言ってましたからこれは分かりません。5番手の隅は前からちょっと離れてしまいました。6番手の花咲も単独です。7番手の大月素直も単独。8番手久富と佐藤亮太はテールトゥーノーズ。そしてその後ろ10番手ここはですね1台先頭、これ高橋ですね。高橋の後ろに乾がピタッとつけています。その後ろちょっと離れて今下り 25R に入ってくる蛍光のヘルメットは山口、その後ろに鈴木と加藤がつけています。5周終了。帰ってくると序盤戦が一段落ということになります。ここから中盤戦です。上位のメンバーはメンバー的には変わりません。カーナンバー80番の高橋啓太を先頭とした列は山口太陽が追い上げておりまして、山口太陽が前に追いついてきたことでずっと長い列になりました。田中風紀は17番手にドロップ。ちょっと今日は田中風紀いつものキレが朝一番からいろいろなことがあって見当たりませんね。エンジン交換したのも影響が大きいのかもしれません。さあ先頭はヘアピンです。ホラチ亮太序盤こそは結構激しく攻めていましたが、トップに出てからは落ち着いて周回を重ねています。後ろの中村はどんな作戦を練ってるか。お尻をずらして空気抵抗を減らす。高村と小上も来てます。中村俊輔は現在ランキングは3番手です。ランキングトップの高村博也がすぐ後ろにいる。ここは譲れないでしょう。小上蓮は今シーズンは悔しい思い連発でしたから、もう失うものはない。ひたすら前を走っていくのみです。ホラチ亮太は、今シーズンはランキングには
出てませんね。主にあのマックスとかジャフジュニアとかそういったところを主戦場にしているドライバーです。ヘアピンから立ち上がってホラチリョータ KT のレキレキを従えて走っています。最終コーナーから立ち上がり、さあそして最終コーナーのところでは後方で久富圭が大月スターをかわしましたね。久富が大月をかわして7番手に浮上、8番手に大月、9番手に佐藤という形になり、10番手の高橋圭が以下のバトルに対してまた差が大きく広がりました。さあトップ4も気になりますし、7番手あたりのバトルも気になりますし、そして10番手争いは今3コーナーのところでまた入れ替わっていきそうだ。高橋と加藤と鈴木と山口、4対7バトル、山口ワンポジション上げましたね。今下り 25R に入ってくるこの4台のマシンです。さらにその後ろ佐野勇気を先頭にした15番手争いも非常に長い列になっていますので、ここもこの後どうなっていくかは分かりません。ホームストレートトップが帰ってきます。ここでやっとレースは折り返しです。ホラチリョータはファーストスト55秒22、中村と高村は全く同タイムという感じになってました。点数の手ずっと走っております。小上蓮もついていきまして、隅田とは完全に離れまして、トップ4が後ろを大きく引き離してのバトルという形になります。少々競り合っても5番手の隅は追いついてこないかなというぐらいのマージンがつきました。6番手の花咲浩太も必死に前を追っていますが、現在55秒7というラップタイムではちょっと前には追いつけない。で逆にその後ろの久富らが追いついてくるかもしれないという状況になりましたね。久富圭は3台のバトルから今抜け出しつつあるところで今試験員です。カーナンバー6番久富、そしてその後ろに佐藤亮太と大月素直、佐藤亮太も大月素直をかわしました。佐藤亮太も今日は勝てるかもというような速さを朝一番には見せていたんですけれども、ちょっと予選決勝と苦しんでいます。九州終了10周目です。トップ4は3コーナーから4コーナーへと向かっているところです。さあこれ入れ替わったか、中村俊輔はここで動いたか。下り 25R、 この1周で中村俊輔前に出てまいりました。ホラチリョータはスタート直後はイケイケでしたけれども、ここからは様子を見ないといけない。小上蓮は高村をかわして先ほど3番手に上がっていました。そのままキープ。高村博也はこれ以上遅れたくない。そしてそんな4台のバトルをもっとやれもっとやれと見ているでありましょう。隅田さん、マージンをちょっとでも削っていきたいところ。さあ1コーナー、またまたホラチリョータが今飛び込んでいきました。シーソーバトルです。さあこれが速いドライバーが引っ張っていって後ろを大きく引き離してバトルしようぜみたいなノリだったら世界戦のトップ争いみたいでめちゃくちゃかっこいいんですけれども、ホラチリョータと中村俊輔の胸の内はどうなんでしょうか。3番手の小上、今日はニコニコしてました。お昼休みも日傘をかぶってお手洗いの方に行きました。いなち日傘はって聞かれました。私にはそんな女子力ありませんでした。小上で女子力高いドライバー、最近はヘルメットのデコレーションにも凝っている。さあどうだ、前のファンタジスタに対して詰めていきます。後ろの高村ひるやも来る。小上キャブをちょっと調整した。中村俊輔に対して仕掛けていく1コーナー、どうだ、入った。小上で上がってまいりました。2番手入場、2コーナーではどうだ、これでホラッチを逃がしてしまっては何数もならないんだけど、3コーナー小上2番手をキープしています。ペース的にいいのか。さあ中村俊輔はどうする。今日は予選の時も幾度となく落ちてましたけど、また戻ってきて、また落ちて、また戻ってというような感じでした。校長さん見えてました、中村。しかしヘアピンのところで今度は高村だ。高村ひろやが中村俊輔をかわしていったが、中村俊輔はこれをクロスラインでなんとか戻していった。しかし前からは離れてしまう。最終コーナー、今度は高村は様子を見ます。ホ
んにとっては嬉しい展開になった。残り周回数4周、ほぼほぼ同タイムで走っているこのトップ4のドライバーたちにとって、このコンマ2でもコンマ3でもアドバンテージがつくのは大きい。ヤマハ SS、 このクラスはベテランが長年にわたり上位を占めている。そんな中で若手が出ては上位を取って卒業していく、そんなクラスでもあります。かつてのこのヤマハ SS から旅立っていった若手といたしましては、例えば岩佐歩夢とか三沢拓磨とか名取哲平とか、そういったドライバーたちが出てました。野村優斗も出てました。さあ、そんなうちの一人になるのか、ホラチリョータ。ホームストレートから1コーナーへと向かっていく。2番手にはコンパ4の差をつけました。2番手は小上、3番手高村、高村は狙ってる狙ってる狙ってる、どうだ、3コーナー入っていく。高村龍也2番手に浮上、小上はちょっと遅れた、中村俊輔がそこについていきました。小上遅れた、一気に2ポジションドロップ。さあ、ホラチリョータを残り2周で捕まえるのは高村龍也ということになるんでしょうか。タイム的には互角のドライバーたちです。ファッセスの高村博也が先ほど叩き出していました。さあ、ここでホラッチを一周ちょっとで捕まえることができれば、最後また4台のバトルになるかもしれない。ホームストレート、ホラッチ両対1コーナーへと向かっていく。マックスではブイブイ言わしている上位ランカーホラッチ両太です。外線でも頑張る、ホラチリョータは3コーナー、高村博也がしかし追いついてくる、高村の3から4は速い、追いついてきます、まだ分かりません。しかも前にはバックマーカーが出現している。下り 25R、 残り1周半、噛むことはないだろうけれども、精神的にちょっと気持ち悪いかもしれない。ヘアピンから立ち上がってきて帰ってくると、残り1周ファイナルラップということになります。このバックマーカーがひょっとして何らか影響を及ぼしてしまうかも。最終コーナーから立ち上がってまいります。小上廉は中村に対して最終コーナーでぐっと詰めていきましたけれども、パッシングはならず、前のドライバーにはブルーフラッグが振られました。スピードを前のドライバーが落とすとすれば次の直線だと思います。そこでうまくかわしていくことができれば問題はありませんが、さあ、落とした落とした、前のドライバースピード落とした。ホラッチと高村がその横を通過、中村と岡部も通過しました。ファイナルラップ、3番手4番手はもう苦しい、ああなんだ今のは、3番は17番がちょっとおかしくなりましたね。さあ、下り25R です。あ、3番は20、あ、なんかあったか、最終コーナーで田中風紀も今ブーンって再スタートのような音をしていました。ジャフジュニアのドライバーが次々と脱落をしていく中、ホラチリョータ、マックス代表のようなドライバーが歴々を抑えて、さあ最終コーナー、高村インゴーから攻めていくんだけれども届かない。ホラチリョータトップチェッカー、2番手高村、3番手中村、4番手には小上、5番手には隅田さん、6番手久富、7番手佐藤、8番手に花咲、9番手大月、そして10番手争いは佐野勇気、11番手山口太陽、鈴木時也、この辺りは来月楽しみにしてますよ。加藤達彦、松崎翔平、高橋圭太は15番手までドロップしちゃった、川江、大久保、お、大久保はセカンドチャンスヒートから上がってきましたね。セカチャン立ち上がり組で一番上なのはこの大久保翔輝ではないでしょうか。17番手まで上がってきてのチェッカーでした。以上、ヤマハ SS クラスの決勝ヒートでした。